ジョジョンミンは、大韓民国の女性トロット歌手。国民、大学校芸術大学音楽学部ピアノ専攻卒。2006年、国民、大学校芸術大学音楽学部ピアノ専攻、入学。元来、R&B 志向であったが、父の死をきっかけに生計を立てるため、2009年に、の芸名で、トロット歌手としてデビューするも半年で、活動休止する。 2012年に OCN ドラマ、ヒーローのサウンドトラックに参加する。R&B シンガーとして再起を図ったソロアルバム制作が頓挫する。2014年3月、音楽番組、トロット X で、チャン・ユン・ジョンの花をバラードにアレンジして歌い注目を浴びる。12月、EP、BE My Love で再デビュー。2015年、シングルをリリース。 2016年 EP スーパーマンをリリース2018年4月18日中村康作詞作曲プロデュースのアッパで日本デビューカップリング曲のレディースハウスシンエが関西テレビ千原ジュニアの座を4月のエンディングテーマに採用される美貌を活かしたセクシーなダンスや衣装がインターネットメディアで話題になることが多く2019年には 男性雑誌、マキシム・コリア新年号で表紙を飾った。トロット歌手としては、珍しいピアノの弾き語りスタイルが特徴である。このスタイルの直接の影響は、アリシア・キーズなどの洋楽アーティストであるが、トロット再転校が決まってからは、弾き語りトロット歌手の元祖である、ジン・マモル・ホーをロールモデルにしている。トロット X を見たチャン・ユンジョンの、花の作曲家、 イム・ガンヒョンが曲作りを使命に感じて提供した曲がスーパーマンである韓国韓国日本。ありがとうございます。